すごくいい勝負じゃない。そのぐらいね、鋼の錬金術師もなんか熱々ですね。台本というのは最初になんかこう役名とか書かれてるページがあって、まあでもみんなもなんかグッズで売ってる時もあるもんね、台本。そして本編のこう話がドラララーンとありまして、最後に王というね、覚えるのは大変そう。いや覚えるのはきっとそんなに、今までの私の経験上そんなにセリフを覚えるってこと自体はそんなに、まあ私に限らずこうね演技のお仕事してる人にとってはそんなリーガルハイとかあんなレベルに行かないと大変大変だっていうことにはあんまりならなそう。なんかシェイクスピアとかさ、あの辺に行ったらもう結構本当に大変な域に、まあ、あと盾とかね。ただこうやってだってね、役者をになりたいっていう方はねセリフを覚えることなんて大前提の大前提だから、そんなところで大変とか言ってられないですからね。でも一回あのちょっと卒業無事にね終わらせるという使命もあったりなので、一回ね一度寝かしておきまして、あの鋼の錬金術師さんは終わり次第、あの卒業完了次第すぐに取り掛かろうと思っております。素敵ですよ写真集の方は。なんかねここはこう反射するくらいツルツルで、中も結構光沢のある感じ、なるべくこのね肌の質感とか綺麗にこう、集英社さん曰く和孝さんが撮ってくださるものとこの髪が相性がいいとか、まあ、すごい言ってらっしゃって、もうそこについていきました。私はあんまりそういうのなんというのですかね、髪の質とか使ってる色が何色がうんたらっていうのあまり詳しくないので、もうプロフェッショナルな方の集まってるねチームなので、皆さんのことを信じたりカットとかは好きなカットとかすごい私がこうしたいとかそういうものを反映してくださってるんだけど、何それ何言ってるかわからない、初めて見た。全部見たのですか。あ、これってこと？今あるやつ。これはもちろん見たし、撮ってくれたもう 2、3万枚、万だよ、万すごいよねもう数も目を通させてもらって、うん、裏表紙みんな知らないんだっけ。裏表紙はね日立駅だよ、いい感じ、日立駅でこんな素敵になるんだと思ってうん、全部3万枚全部欲しいの。さすがに白目向いてるのあるんじゃないかな、まあ、頑張って目を見開いてはいたけれどさすがにそういう油断してる感もあると思いますよ。恨みたい？大丈夫、みんなの元に届いたら死ぬほど見れるから、あともうちょっとだからねギャルいな、まあそういう格好なんですけど、今日は黒のねミニスカートみたいなの入ってる。これはあとポニーテールです。まあ見ればわかるよねえ、今日のりんちゃんすごいけど、やった。でも髪型じゃない、きっと髪型を顔周りすっきりさせてるから。いやでも普段よりはやっぱりこうテレビに出るみたいな感じのそういうモードにも、そういうモードでメイクしてたりするので、ね、あの普段よりは
ちょっとは可愛いと思います。ちょっとはね、ちょっとは可愛くないとまずいよね。もういろいろ最後だし可愛くなきゃ困っちゃうアップルウォッチつけた、そうだよ、便利。私はね、ちょっと裏側になっちゃうけど、バスケ消えちゃう、バスキア、なんで消えちゃうの、えいえい、なんで消えちゃうんだ、えい、バスキアのあれにしてる。あとは自分でネットで見つけた、あの天才とかはしてないけど、あの好きなキャラクターのイラストを描いてる人が X に上げてたのを保存して、それを設定してる。でもここじゃ伝わらないな。うん、お嬢さん、お嬢さん、お嬢さんっていうか五条さんと下藤さんが海で遊んでるみたいな、なんかすごい素敵なイラストをね描いてる方がいらっしゃって、素敵で保存した。黒珍しそうかな、黒すごい好きで着てる気がするけど。ネックレスこれこの間新しく買ったやつだから、みんなの前で今日初めて見せるかも。かわいいでしょ。これはどちらかというとエレガントではないけどね。今黒のヒートデック着てるから伝わらないけど、穴ぼこです。これ私の大好きな、あーね、今日の衣装のワンピースめっちゃ可愛かったよね。リリーブラン、私が好きなリリーブランのとお洋服だった。可愛い。他にも4着ぐらい候補あったんだけど、もっと大人っぽいやつとかあったんだけど、今日はあの青のワンピースが一番可愛かったからあれにした。一目惚れね、めっちゃ可愛い。あ、嬉しい。自前？あ、これ？この話？これはもちろんもう自分のものだけど、今日着てたのはあのお借りして、そう、衣装さんが用意してくれたやつを着てた。あの、また着てほしい。あれはもうお返ししちゃったから、もうおさらばですよ。うん、髪も今日はね、ちょっと女の子にしか分かんないかもしれないけど、ぐるぐるぐるじゃなくてこうなんかウェーブを入れてもらって。ねえ、もうさ、お風呂入りたくない、ずっとこの髪型でいたい。毎日毎日リセットしないといけないの大変、ロングになると。可愛くない？今日のポニーテール、こういうウェーブで作ってもらったの。かわいい。30日公演の髪型どうしようなんて悩むなんて、アイドルらしいじゃないか。ん、今これ食べて。でもサワーズシリーズ大好き。お風呂入ってくださいって。入りますよ、もちろん。汚れが枕についてしまうので、本当はこの髪型を崩したくないけど入ります。撮っといて写真。怖いですね。ふんふん
髪の長さよく変わるね。でも一回もこれを外したらちょっとしばらくつけないかな。じゃあカラコンウィンクっぽいやつにするね。今練習、絶賛練習中だから。どうだ、うん、サビが難しいよね。あ、でもイントロは覚えてきたよ。じゃん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 。結構真面目に振り思い出したいものになってる。なんだっけ、じゃんじゃんじゃん、あ、じゃん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 、あれもそうかなでした。じゃんじゃんじゃん。こんなにさ全部の音にあの振りがついてる曲もなかなかないですよ。じゃんじゃんじゃん。もう私とお代理とコミさんだけだったの、コンサートでカラコンウィンクを踊らなかったのは。私たちはもちろんそのコミさんも舞台がすっごい忙しくて、本当になんでこんなコンサートと両立して舞台ができてるのか本当に不思議でしょうがなかったんだけど、ちょっと振り入れの時間とかにもう参加できない、忙しいからね。で私たちはもう次のシングル参加しないので、あ、もうじゃあ私たちはもう覚える機会ないのかなと思ってたんですけど、30日に公演出るので普通のあのユイリーさんのね、あのプロデュースの曲プラス新曲披露ということで、大変さが大変、あのもうすごい今覚えるものが大変でねまず最後だから頑張るそうだったらあのコンサートの時に覚えちゃえば今ね、覚えてしかも出れたなっていうね。大変だわ。カラコンウィンクはもうその1回のためだけに頑張って覚えます。この後が分かんない。なんだっけ、ここが難しいんだよね。こう何回今日うちだってもできない。誰かできる人に見えたらそこ違うよって思われてそう。ここ好き。ヘイゼルケイの瞳とか。ここ得意。なんだっけ。ん？パーだ。ジェイ。忘れた。そうなの、なんかフリープラスね、ここの5のところであのウィンクねとかウィンクの場所は決まっててねもうね覚えらんない頑張る。こんなにニコニコしてショールームやってる場合じゃないんですけどね。
あ、今のグミの種類ナチュラルに食べ終わっちゃった。また買おう。カラコンするの？しません。え、この曲やるときはカラコンするみたいなやつがあるんですか？選抜メンバーしてるの？みんな。なんかなるちゃんが珍しくカラコンしてたよね。あれ？違う？なんかそんな気がしたんだけど。だからすっごいなるちゃんと私って今までの撮影の中でもカラコン装着するのが苦手で、すごい時間かかってたし、極力あのしなくても大丈夫ですか派の人だったんだけど、私たちすごい、なるちゃんがカラコンしてる、すごいできるようになったんだ。なんかもうちょっと数年前までとかそのしなくても可愛いのにみたいな、そういうのあったけど、でも今ってまたちょっとなんか変わって、なんて言うんだろう、その単純にこう瞳がこう黒目の部分っていうのが色がある部分が広くなるから可愛いとか、そういう比率とだけじゃなくて、こうやっぱり髪の色に合ったこう目を目の色にするとか、なんかある種こうマナーみたいな感じになってきてない？眉毛の色をこう髪の色に合わせるというような感じで、つけた方が可愛い可愛くないじゃなくて、やっぱりトータルでこう色で全身で見た時にこうこの色を合わせた方が可愛いねとか、そういうニュアンスに変わってきてるよね。ちょっと前まで正直私は否定的だった、まあ、相変わらずつけてはいないんだけど、つけるの苦手だし、ちょっとコンタクト事情がよくわからないので、なんか私もなんかそういうところにこう理解じゃないけど、ちょっとね平成の初期のはね、同級生の子たちがこう本当に黒いこうレンズの蓋をしてるみたいな、そういうちょっとなんて言うんだろう、まだカラコンって言ってもなんかそういうような感じのものをつけてる子が多かったから、私あんまりうーんちょっとなーって思ってたけど、でも最近は本当にいろんな人がプロデュースしたり研究されてるから、つけたら確かによりね素敵でいいなって思うようになった。つけてないけど、ドイリーとかね、そういうのあるけど詳しくないんだ。つけたら見せてねって私はあんまりその機会を訪れないかな。私は自分自身はこのありのままの感じが好きなので、ああそうね、ファッションアイテム、うんそうね、そういう感じするよね。残念ながら視力は最近めちゃめちゃ落ちちゃって全然な、今日車でさ赤坂まで送って、マネージャーさんが送ってくれたんだけども、標識とかさもう全然ボヤボヤしちゃって全然わかんなかった、やばかった、私ってこんなに目悪くなっちゃったんだと思って、気をつけないとね。標識っていうかなんて看板、このここなんか銀座とかさ、なんたら通りとかさ、何通りだろうっていう感じ、まあ、その辺にか、まあ、でも標識とかは多分ね、ああいうのは
ね、分かるように大きくはこう設置されてるから分かると思うんだけど、なんかこう地名というか通りの名前とかがなんか電車乗ってても結構次は何駅みたいなあの表示もちょっとぼやぼやしちゃってて、ちょっとまずいなと思った。今視力どれぐらいなんだろう。あ、これのねメロンソーダ味すごい美味しいよこれのメロンソーダだけ欲しいと思うぐらい、うん、本当に美味しい。なんていうやつ？チビサワーズグミだって。コンサートのチアンビューン、あ、不思議となんかそれはわかるの。多分色だと思う。結構みんな蛍光色でやってくれるからさ、あの黒の何？紙背景にピンクとか黄色のやつでひらがなでリとうんで一文字ずつ作ってくれたり、漢字のリンボンとかなんかね、それは不思議とわかるんだよね。絶対色だと思う。だから街中のさ、このビルって大抵グレーとかだからさ、ホワイトとかじゃない。なんかそういうところにこう絶妙な似た色でこう看板とか作られちゃうと、で文字も白とかじゃない。だから多分それがねあんまりダメみたい。うん、うちは問題なく、この間の横浜全然見えないなーって、なんなら他の人のうちわとかも見えたから。明日給料日やな、だっておめでとう。よかったね。じゃあ明日楽しいね。なんか買うの？あれ止まらないグミ、一回食べ始めちゃうと止まらなくなっちゃう。罪悪感がないからも。じゃこれ全部食べたとしてもさ、エネルギー272、脂質 0.3、 もうないに等しいよね。宿便相当量 0.04、 うん、入ってないよこれは。素晴らしい。りんちゃんは給料日じゃないな。なんでそういうこと聞くの。あれいつだっけ、なんかわかんないや、把握してないや。え、何日だっけ今日。ちょっと本当にわかんないや。お気に入りレモンのやつあまり磨けなくなってきちゃった。レモンが好きなんだけど。レモン、あ、違うよ、黄色のやつじゃなくてこの、これね、このパッケージにレモンがポンって塗ってレモン風味になった無糖があるの。それがね、すっごく美味しいよ。大好きね。最近見ないよね、やっぱ時期的なあれなんだろうね。
くれすごい褒められる。え、可愛いよね。あとこれまた違う。あ、違うじゃん。あ、どうしよう。うん、ちょっとこのコーディネート今日のやつ好きなんで、いつか載せたい、インスタに。セットで売ってたの、これ2つで。小物本当に好き。すんごくある、めちゃめちゃ持ってる。本当にめちゃめちゃ持ってるもうコレクターなの、小物系の。イヤリングとかもたくさん持ってる。そうなの、物ありすぎちゃって、だからもう引っ越したくないかな引っ越したくない。段ボールの数がすごいことになりそう。私今以上の収納があるお家を見つけられないもん。卒業したら引っ越すの？うん、うん、一生引っ越したくないかな今のところまだ引っ越しをしたことがない。引っ越しするのに5、60万かかるって聞いて、本当にここに永住したいなと思ったやだもん。これ自分で探したの？うん、自分で探した。100万か、嘘でしょ。絶対引っ越したくない。なんでそんな引っ越しするだけで100万円もかけないといけないの？絶対に嫌だ。なんで？やっぱ一番忙しい時にさ、お引っ越ししたからじゃない？シーズンに。初めて聞いた、そんなかかるの。それは何がさ、そんなかかっちゃうの？トラックとか人件費？どういうこと？トラックのサイズ、あ、じゃあやっぱり一度でこう大きいもの運ぼうと思って、大きいものをレンタルじゃないけどそれを使ったらそんなにかかっちゃったのかな。もういい、ずっとここにいる。もう引っ越す理由がないもんだって。ずっとここでいい。ピアノとか、あー、あのあれね、窓から運び出す系ね。永住永住。ピアノはないので、あの、大丈夫です特殊なものある？ない。家バレても怖いこと言う怖いこと言うんだから。でもさ、屋外地バレたとしてもさ、何すんの？おー、弱かった。その先ってなんだ？ピンポンダッシュしたいの？うち無理だよ、ピンポンダッシュ。残念でした。
毎日行ってらっしゃいませしてくれるの大変だよ、そんな生活も。飽きるぜ。新年月賞来ても、でそういうの信じてないから大丈夫。可愛くな、グミが止まらないよ。ずっとカシャ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 もぐもぐしてる。止まらない。でも健全健全、グミだから。ポテチとかじゃないから。こんばんぐわ、こんばんぐみ。動けば、うん、これからダンスの練習するからいいやと思ってる。ちょっと今日3曲ぐらい完璧にしたいんですよね。カラコンウィンクって振り難しい。一つ一つの振りがめっちゃ難しいっていうわけではないんだけど、次なんだっけを考えさせてくれる暇がないから焦っちゃう、すごく。だから覚えるのは大変だけど、振りが難しいかって言ったらまた違うのかな。体が慣れれば、頭と体に入ってくれればっていう感じ。一日で多分難しいんじゃないかな。これが MV 撮影当日でまだ歌詞も上がってなくて、早朝から振りだけとりあえず入れますだったら泣いてたと思う。それはちょっと厳しいかも。でも最近はもうね、ある程度というか、ダンスに関しては MV 撮影する前にはもうちゃんと入ってる状態だから。30日公演だよー、楽しみ。すごくいいなってずっと思ってたから。そう、いろいろね、準備が、私たちの問題じゃない準備がまだその完全に全員入れ替わるのにはなんか間に合わないらしくて、それで今回は半分。本当はね、4月5日にこの別チーム、初日メンバーと B チームみたいな感じで、本当はその5日がだったらしいんだけど、そうすると私あ出られないなーっていうことで、私前日に卒業しちゃってるよーみたいな。そしたらマネージャーさんが、じゃあちょっとぜ本当はそっちの予定だったけど、もう少し早い日程だったらでどうですかってマネージャーさんの方からそう提案してくださったっていうか、それで私はじゃあすいません、じゃあちょっと早めだからちょっと汗汗してるんだけど。そう、仲間いなくて寂しいなと思ったら、でも他にもその日初日迎えるメンバー何人かいるから心強いです。うん、だから私もこのあと3種類の公演覚えないといけないから、今も覚え中だけど、だから最近すごいドタバタしてるんだよね。全部もう1回きりだからもったいない。時間かけと覚えても 4,5 分でね、だいたい1曲 4,5 分だから、それ披露して全部終わっちゃうから、もったいない。もっといっぱいやりたかった。3種類だよ、ゆりさん あの公演と8の公演と自分の卒業公演、3種類大変だね。なんかいけるかなって思って
いけんじゃないと思って、なんかそうしちゃった。まあ最後だし、最後パワーで頑張れるかなって。だし卒業までなんかふわふわ過ごすのも嫌だったので、せわしくなって終わらせ、終わらを、なんだろう、なんか謳歌するじゃないけどなんか最後追い込みたいなと思って、なんかこんなスケジュールになっちゃった。できるかな A と声の方も自分で振り起こさないといけないやつがあった。でもそれも自分でやりたいって言ったやつだから、もう自分の責任なんですけど。もちろん私がユーリーさんが考えたセットリストでいいなって思った曲もたくさんあったし、他のメンバーと一緒に公演立てる機会作りたいと思って、そうするとおのずとみんなとレッスンとか一緒になるからさ、私ファンクラブの時にもみんなの前で出たいなと思ってるんだって言って、言っちゃったしだって約束したし、なんかずっと前からみんないつ出るのって聞いてくれたけど、それにこう全然本当に自分でも予定分からなかったから、でも絶対出るから待っててねっていうような感じでみんなに本当に待っててもらっちゃってたから、絶対その約束は果たしたいなと思って大丈夫、後悔してる、全然自分でやりたいなと思ってるから、そんな罰ゲームみたいな言い方やめて。楽しいよ今すごく。ハータンとかさ、なんか私と一緒に出れるって、この間一緒にって言ってもそんな長い距離じゃないけどさ、一緒に帰った時にさ嬉しいこと言ってくれてさ、他にも研究生の子たちもそうだし、なかなか今までのチーム制があった時になかなかね話せる機会がなかった子たちとも話したりして、それが今すごい楽しい。でもみんなせっかくこうさみんながこう見たいって言ってくれてるから、その気持ちに応えたいなと思ったんだけどさ、でも卒業公演に入りたいから応募しませんってすごい言われて悲しいあれって、なんかすれ違いが起きてる今、あれってなってる、あれみんな、はい、ああっていうこんなね最後の最後でドドドドドってきちゃったからね。できればね、自分のファンに見てもらいたいなの気持ちではあるんだけど、さすがにみんながどんな権利を持ってるとかもう把握できないから、もう何とも言えないんですけれど、でもやっぱ通常公演ね最後だからなっていう気持ちはあるよね。赤ちゃんがめっちゃ泣いてる声が聞こえる気がする。お母さん頑張れ。オンデマ、オンデマもいいんだけど、やっぱ直接見てもらいたいよねっていう気持ちはあるよね。
私の部屋事情を話したらなんかポルターガイストとか言ってた。お隣にいるんですよ。私のフロアはみんな家族なの、家族、ご家族が住んでらっしゃるので子供多しです。一回多分ご本人覚えてらっしゃらないと思うんだけど、廊下でお母様なんか泣いてらっしゃって、多分酔っ払われてそれでこうお水あげたり、なんか気になっちゃって、なんだろうって、あれ何のきっかけだって、これ一回ショールームで話した気がする。なんか外出たらなんか様子がどうやらいつもと違うな、おかしいぞと思って外出たら多分喧嘩しちゃったのかな。うん、外出た時だからお水あげたりこう大丈夫だよとかなんかしたり赤ちゃんも一緒にいたからね、こうやってしようしとか。でも多分覚えてないんだろうな、なんか廊下で会った時とかも全然なんかあんまり認識されてなくて、あーやっぱり忘れちゃったかなーと思って、一緒に廊下で座って話した思い出は私だけのそんな思い出はあるんですけれど、あんまりご近所さんと会わないよね。でもこういうマンションとかに住んでると、え、挨拶するよ、あのこんにちはとか言ってみたりするけど、東京人は冷たいよね。いやそんなことはない、究極悪い言い方をしたらそうなるのかな。でも私としては干渉せずな街ですごく過ごしやすいなと思うけどね。自治会ないかな。うん、お前入れって言われたことはないです。回覧板東京ではないかな。地元の時はいつも回覧板とか回してたけど、なんかうちがリーダーみたいになっちゃってたから、お使いでよくいろんなところに行っていろいろ回したり配ったり回収してたりしてました。何のお手伝いをしましょうか。うん、何も頼んでませんが、私がお手伝いって言ったから初めてそんな言葉に反応してくださいましたね。初めて喋りましたね。なんでもないですよ。ヘイシリ、あれ、はい、何かご用ですか。ちょっと反応遅いですね。私より声量ある携帯なくした時とか、まあこれがあれば全然大丈夫だけど、ヘイシリーって大きく叫んだら反応してくれるから便利。無限に出てくる。
ショールーム始めると同時に新しいの開封したからめちゃめちゃある。これストックありますからね。面白いご札券まだ残ってるだって13日の方はあるのかな。あ、分かんない、どれくらいなんだろうな。今ちょっと一人っ子だよーにしてます。今日の夕飯、今日のお夕飯はホタルイカとブロッコリーとエビとか炒め物とか刺身とかそんな感じです。私の好きなホタルイカの時期が来たー。アトメキャベツ、ね、ホタルイカ美味しいよね。ホタルイカはそのままも食べたし、あの炒めても美味しい。うん、日本酒のあて、あ、そうなんだ。私は普通にご飯で食べるのが、最近そんなお酒は、最近はあの全然、普段も別にそんな毎日毎日飲んでる人ではないんですけれども、ホタテは冷凍庫で眠ってる。茨城ってあんこ、うん、有名だよ。あんこう鍋美味しいよ。最近の兄ちゃんの日本酒すいませんけれどもゼロです。別に我慢してるとかじゃなくて、プロテインばっかり飲んでるから、あの入る余地がない。あんこうラーメン、あん肝ラーメン美味しいよ。茨城センス、有楽町の茨城センスで食べられるよ。東京行くとき茨城先生行きますよ。お、またお越しください。ぜひ。プロテインって来てる。そっか、ビバースでばっかり話してるから、みんなが知ってると思いながら話すとそうだね。最近ね、ダンスの先生、え、これ話さなかったっけ、ダンスの先生にプロテインもらったから、もらったっていうか、まあ、頼んだんだけど、プロテインを飲むようにした、してるの今。筋トレしてないけど。確かにね、めっちゃビーバースメインになっちゃってる。ホエイ？ホエイ、イエスホエイ。もう普通に美味しくてデザ、なんかチョコってさ、普通のって甘すぎちゃうんだけどさ、プロテインのこのチョコ風味っていうのがすっごい自分にはマッチしてて、なんかあのプロテインを飲むようになってから全然不調がなくなった。全てが調子良しって感じ。やっぱ最近のプロテインが美味しいんだ。こんな飲んだことなかったけどこんなに美味しいんだと思って、もうほんとそればかり飲んでる。ん？その絵文字バナナかな。あ、嫌いじゃない。でもバナナ風味は飲んだことないかも。美肌のためなんか何にでもいいっていう感じで聞くから、じゃあちょっと試しに飲んでみようと思って飲んでみたら結構いい感じだった。アマゾン爆売れしてるよね。そうなんだ。私は水と氷でもうるるって振って、
なんだろう、ほんとデザートシェイクみたいな感じで飲んでる。素晴らしいですよ。ふーんってきた。あんま興味なさそう。いやもうこれがさ、ちょっとふーんがどん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 前のめりになるよ。飲んでみて一回ふーんじゃなくなるから、ちょっと飲んでみて。今何か悩みがある人もね、ちょっとプロテイン飲んだら全てが解決するよすごい筋肉込んだみたいふんなんかダイエットとか気にしてる人は牛乳、なんか乳脂肪分がうんちゃらかんちゃらであんまりらしい。水の方がいい。私はバルクスのやつが美味しいなと思った。今2袋目に突入してる。まあ、一切筋トレなんてしてないんですけどね。今日からやろうかな続かなかった。オートミールは一回も食べたことないと思う。よくわかんない。バルクス種類よくね、いいよね。なんかチョコのやつ美味しかったから、他のやつも美味しいのかなと思って気になっておいる。筋トレって痩せる、それはあれじゃない、鍛え方なんじゃない。肥大化させたい人はめっちゃ重いのをってやるし、よく筋トレって感じのやつ。でもこう細くさせたい方とこう大きくさせたいだとね違うからね。おお、頑張って。バルクス初めて聞いた。うーん、でも私もほんとここ 2,3 週間ぐらいで初めて手を出したプロテインというものに。プロテインといえばザバスの時代。ああ、でもそれも飲んでたりするよ。私は自分で粉やって氷入れてうわーって感じ。まだ泣いてる気がする。ね、こういうデザインなの。どうだ、かわいい。でもちょっとさっきホタルイカお刺身で食べてる時に醤油がつきそうでヒヤヒヤしたよ。かわいいそしてまた今日傷が一つ増えた。郵便物をこう勢いよく開けてたらベーンっていっちゃった。なんか本当になんか手の傷本当に多くて嫌になっちゃう。やっと治ってきたんですよこれ。包丁でやっちゃった。包丁ってね普通に危ない当たり前すぎるんだけど、包丁はねやっぱりね慣れてるからといってね気を抜いてはいけませんよ。お気をつけ遊ばせ。
ありがとう、それ忘れてた、やば。コメント見てアンケート来てるの忘れてた。バンドエイド貼って、そうなの、ずっとここ結構な怪我しちゃって、ずっと絆創膏とかテープとかでニューってくっつけくっつけって押さえてた。まあでも今もそんな支障ない、あと残ってるけど全然大丈夫。何年か前に本当にざっくり言っちゃった時はもう、うやばい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 と思って、本当に焦ってすぐになんか住んでる近くのなんかそういう紹介してくれるみたいなとこ電話して、すいません、なんか怪我しちゃったんですけど、どこに行けばいいですかねって言って、急いで病院に行って、もう髪も美容室に行って、これもうやって髪をね洗ってもらったりとかしてたもん。あの時は焦った。でもあれを経験してからも応急処置、もう看護師目指してたくせにねなんかもう忘れちゃってさ、まあ、でも今は大丈夫、もう完璧です処置は。だから病院行かなくても大丈夫です。でもその時の傷、え、どこ怪我したんだっけってぐらいも消えちゃったから、これらの傷もあと3年ぐらいしたら消えてくれると信じてる。救急車乗ったことある？ない気がする。ないと思う。ないと思うな。看病が得意ってモテそう。看病が得意とは言ってないけど、モテそうっていう言葉には惹かれるので得意ということにしましょう。一人暮らしで怪我すると焦るでしょ。でも今はね救急箱も作って、あまりにも怪我をすることが多いので、もうそういうキットを揃えました。消毒の液とかテープとかガーゼとかなんかの薬とかもいろいろ、もう一人暮らしだとねあんまり人に頼れないので。ドジで、違う、ドジじゃなく、ドジではないんですよ、不注意なだけで、ドジではないです。あ、そうそう、今はあの地震の対策のやつも今チェックしてる。なんかねそろそろ用意しておかないとやばいかなと思って調べたりしてる。怪我系はもう OK だから、もしね大きな地震が来ちゃって、お水とかはたっぷりあるんだけど、それ以外のものとかは全然だから、時間ができたらそういうのも揃えておこうって思ってる。やっぱね最近そういう地震多くてさ、ニュースでもね取り上げられたりすると、やっぱ何がなくて困ってますみたいなものを見るとさ、自分もねどことじゃないからね、人にこう頼らずともちゃんと乗り越えられるように人頼れよって感じもあるけど、まあね、それます。みんなももしかして本当になんかいよいよ来そうってっていう、ずっとさもうここ 2,30 年でなんかすごいの来ちゃうかもしれないみたいなの、結構いよいよ結構本格的にね身構えた方がいいんじゃないかっていう感じになってきたから、
あの不安を煽ってるわけじゃないんだけどね、備えはね絶対あった方がいいし、使わなかったら使わなかったでそれはもうねハッピーだから、あるだけあった方がいいから、みんなも用意しとこう。乾杯買った、いいね。今日の全身コーデなんかこれ？これちょっと待って、もうちょっと違う時に、でもすごい気に入ってるからいつか載せるよ。で今はちょっとインスタにね載せたいやつ別なのがいっぱいあるから、写真集の発売とかも近いし、そう優先して載せたいものがあるのでいつか載せるね。嬉しい、でもそう言ってくれて、今日お気に入り。この髪型解きたくないよ、そしてまた洗って乾かすのめんどくさすぎるよ。長いと大変よ。でもその分やっぱりいろんな髪型が楽しめるから大変でもつけたくなっちゃうの。やっぱおしゃれしてると気分上がるよね。みんなそんなことない？まだ買ったけど一回も着てないっていう洋服、時間がなくておしゃれしてお出かけするみたいなことしてないから、結構いろんなお洋服たちが控えてるのでだから時間できてお出かけするの楽しみだな。上がるね、上がるよね。あんまり？そりゃきっとまだね、自分がおこれいけてるって思うね服に出会えてないんだよきっと。でもそっちに興味出ちゃって私に興味がなくなるのも困っちゃうので、そのままでいいです。ウキウキしてる私を見てキュンキュンしてくれれば、はい全然いいですよ。私が勝手にルンルンしてるので、そちらの方をね楽しんでいただけたてない服めっちゃあるよ。あ、本当？私の生誕ティーの話着てない服って固めの透明のビニール袋から出されてない、これは保存用かみたいな感じで買われた私の生誕ティーとか、ちょっとダサめの AKB のグッズの T シャツのことかい。いや可愛い時もあるよもちろん。可愛いし、わ私も欲しいって思うやつあるけど、でもダサいって思ったやつは本当に満場一致でダサいと思う。これはしょうがない。悪口とかじゃなくて、綺麗というジャンルがあるようにかっ
こいいジャンルがあるように、ダサいっていうカテゴリーに分けられるものがあるってわけで、悪口じゃないんですよ。ダサくていいみたいなところありますからね。その方が目立ってメンバーに見つけてもらえるとか、これ大マジ大マジ悪口とかで、ね、批判とかじゃない、全然。ちなみに小島さんが、あ、小島さんの YouTube にちょっとまだ怖くて見れてないんですけど、ファンゆえに、あ、自分が出しゃばってるところがなんかやばい、映っちゃってるのかなと思うと怖くてちょっと見れてないんですけれども、小島さんがYouTube で出してるピンクのモザイクのやつのや、あれはダサかわいい。でもなんかまだ日にちが訪れてなくて表に出せないからモザイクになってたり、小島さんはなんか裏返しで来てたりしてた。4月とかになったらモザイクされるんじゃない可愛かったよ、T シャツ。何のやつだか分かんないけど、もらったの、私は多分対象外ですね、あれは。凛ちゃんいっぱい、何だと、わ、ますます怖くて見れない、やだー、なんか自分のそんな姿客観的に見れない、うわー申し訳ない、なんでそんな使ってくれちゃったんだろう、うわーやだな、なんか申し訳ない、小島さんファンに、うわーやだな、なんでカットしなかったんだ、うわー本当申し訳ない、うわー出しゃばってしまった。でもやっぱり挨拶行きたいっていうなんか心が、なんか勝手に体が動いてました、ごめんなさい。でも小島さんがずっと私たちがいつもレッスンやってるところで高見菜さんがリバーの練習してたんだけど、みんなと合わせてそれをバックにずっとなんかこう自撮りをされてて、自撮りかわからないけどなんか撮影してて、なんかこじはるを見たなって思いました。ただのファンの感想ですの前にちゃんとね、尊敬の意味も込めて、敬愛の意味を込めて、あとはずっと現地のリハーサルで綾音とハルピョンと一緒に高見菜さんのリアル AKB を、本物 AKB を 3,4 回ぐらいずっと、照明の感じとか出るタイミングとかそういうのでずっとリハーされてて、もう4回ぐらいリハで見れちゃって、うおーってなんか先輩なんですけれど、なんかおたかつしちゃいました。楽しかったな、最高、湧いてました。しかもステージ袖じゃなくても律儀にちゃんと、もうちゃんと客席まで出てって見させていただきました。4回も聞いちゃった、みんな1回だけだけどいいでしょう。AKB! うおこのくだり4回やってる。ガイともね、一緒に叫んでました。マイクないけど。ガリガリ楽しかった。
験イエーイさっきハルピョンが公明しに、ハルピョン30日いないの？いないの？ああつまんない。あ、でもサホさんいるよね。サホさんいるの嬉しいな。ユーリーさんもいるよね。嬉しいな。サホさんがいるというワードの安心感すごいな。大好き。本持ち来たんだっけ。うん、来たよ。生ハム切り込んでくれたサホさんが。ずっと私が準備してる時、マナちゃんとサホさんが生ハムを切ってくれてた。切り込み隊長佐保先輩。自分より年上がいると安心するか。あ、それはもちろんあるんだけど、でも佐保さんっていう人がやっぱり、うん、そういうの抜きにしてこう安心できるっていうか、年上だから先輩だからというわけではなく、うん、その人のそのもののその存在がこう柔らかくて優しくてあったかくて好きっていう感じです。でもなんかさ、みんなね、卒業してってさ寂しいなと思ったんだけどさ、でも結構そのお互いずっと一緒にいた人、仲良くしてて一緒に過ごしてた人っていうのがそれぞれこう卒業することでさ、こう話したり一緒に過ごすペアみたいなのも変わってきて、少なくなって人数が前と違って寂しいっていうのもあるけど、それでこう話すチャンスが増えたとか、そういう化学反応って言うんだけどそういうことによってこう人との関わり方がまた違ってきたのが面白いし楽しい。それもなんかすごいいい、良かったなって思う。あのままだったら一生交わ、一生じゃないか一生って言ったらだけどなかなか関わることとか話すこととかね、なかったのかなって思うようなメンツとも絡む機会が増えたから、それはすっごい良かったなって思う。まあ、先輩後輩もすっごい大事だけど、ちゃんとみんな心の中でリスペクトっていうのはあるけど、でもあ、こういうなんかこと話せるんだとかさ、いい意味でこういう壁がどんどんなくなってきて、みんなで一緒にっていうのがあってすごくいいなと。この間コンサートのめっちゃ話してるね私、やば、2時間になっちゃうね。2時間はちょっとやめようさすがに終わりにしないと。この間のコンサートの時も普段とは違うメンツとこう隣になったり一緒の楽屋になったりして楽しかった。私逆に選抜メンバーと物理的に合わなくなっちゃったから、逆に今疎遠かも、合わないから。うん、レッスンもさあ別々になっちゃったから、同じ曲やってても動きが違うから、ゆいゆいも全然合わない。ちょっとしたこうやり取りみたいなのは今してたりするけど、
もうやることが全然、行動がもう別々だから全然合わないです今。うん、めっちゃ寂しい。いやでも居すぎても全部これ最後かってなよなよしちゃうからある意味今のがいいのかもしれない。気持ちカラッとしてて、卒業してからのショールームします。するってばー、するよー、するよー、するからグミ食べるね全部捨てちゃえ。え、捨てちゃうの？何を？なんか捨てるものあったっけ。グミ、グミは捨てたくないよ。何の話かな。突然始まるカラコンウィーク。この後わかんない。あ、これだ。J って言ってたな。どっちの J だ。あれ、この後なんだっけ、何してたっけ。あ、横になるやつだ。キラキラキラチュンチュンチュンこうやってふと思い出した瞬、こうやってねやらなきゃっていうのを気づいた時にやんないと忘れちゃうから。グミって止まんない。ちょっとあっち行けあっち行け、グミ食べちゃうだろうが。振り覚え、先生がいてくれるとめっちゃ早い。振りを起こすのはちょっと苦手。先生がいてくれて覚えられる系のやつはめっちゃ早い。でもめっちゃ忘れるの早い。だからコンサートとかでさ、1ヶ月前とかに振り入れされて、その時はすっごく早いの覚えるの。でも忘れるのももうめっちゃ早いので、あんま意味がないっていう。今まで土壇場でさ、振りを詰め込まれるっていうことをしてきちゃったから、今までずっと。だからすぐに覚えるっていう能力だけ長けてる、めっちゃ。でもそれを維持していくという能力は私にはないのですぐ忘れてしまいます。だから同じことを3回ぐらいやってる、フリーを覚えるという
そんな悪魔の実あるんですね。悪魔の実を食べたわけではないんですけど、そうだ、答え合わせできたね。そうなの、私ずっとちょうだいダーリンやりたかったの。嬉しかった、ちょうだいダーリン本当に大好きで、なんかアンケート来た気がする、答えたもんね。あの MV が大好きなの、初めて見た時もすっごくさ、かわいいと思って、いつか絶対やりたいと思って。でもあれはあれだね、作られた衣装じゃなくてその時にだけの衣装だったんだね、きっと。あればね、大好きなのちょうだいダーリン、前田さんが可愛すぎる。エイトの日にのエイトのなんかのイベントであれやりたいと思ってリクエストしたら曲名間違って全く別のわがままコレクションやることになっちゃったんだよね。なんで間違ってることに気づかなかったんだろう。わーやった、ちょうだいダーリンできるってさ、振り入れたらでちゅ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 って始まって、あれおやおやって、なんだか様子がおかしいぞって思って、周りなんかレイちゃんとかわりかしエイトのなんか新人の子たち揃ってるし、あれってと思ったらなんか違う曲答えちゃってた。勘違いしてた。なんかちょっと雰囲気似てるよね。残念。やっとあの最後のコンサートで夢が叶いました。そうなの、わがままコレクションと間違っちゃったの。もうこれでやり残した曲はマンモスぐらいかな。もうあとやりたいやつやった気がする。うん、もうないはず。いや卒業公演マンモス入れようかなと思ったけど、いきなりマンモスやるの怖いかと思って、結びつくものがなくない、私とマンモスって。私多分だけど新しく覚える人多数になっちゃうだろうなと思ったからやめた。本当にもうこれぞ AKB っていう曲を集めて、あと自分のこの AKB の活動の中で思い入れのあるものを選ばせてもらってっていう感じ。だから本当にレッスンだらけで今、だから30日もお昼なんだよね確か公演が。その後にもうすぐ終わったらすぐにまた別のレッスンにやんないといけなくて、それぐらい詰め詰めなんですよ、まあ、本当にやばいの。大変なの今、ちょっと今大変そうに見えないだろうけど、午後の紅茶飲みながらグミ食べてて、あんまり大変そうに見えないと思うんだけど、今結構大変。うん、でも楽しいですよ今。そう、私も30日の夜かなーなんて思ってたら、そうなってくるとリハの時間がありませんってなって言われて、で私がってより先生がなのかな、私は全然もうその公演のためにスケジュール空いてるはずなので、それぐらい今詰め詰めでございます。でも人生初なんじゃない、こんな1週間のうちに
3公演あるの。まあなんとかさせます。全部完璧にします。夜は見学？何が？かな？夜の公演私が見学す、いや見学してたら次の公演出れなくなっちゃう私。その間私はまたさらなる新たな曲のおレッスンに参ります。よくこんな1時間半も一人でベラベラと喋っておりますわね。私もあと20分で給料日、すごい心待ちにしている。そんな時間も決まってるんだ、よかったねそっかそっか、日付が変わると舞い込んでくるのね。それは大事だわ。おめでとう、1ヶ月間お疲れ様。給料25日じゃない？え、世の中そうなってるんですか？TDC では5連続ステージに立ったことが あったね。ソロコンの時ね。5だっけ？あ、まあ5になるのか。リクアワとか含めたら。みんなの給料日そんな、私そんな知らなくて大丈夫。ありがとう。そんなに言われちゃったら24とか25が来たらみんな今日ああ お金もらえる日だって頭に浮かんじゃうからやめてそんなにコメントでね言わなくてもね大丈夫だよみんな教えてくれる給料日をありがとね。いいの？26とかにそんなこと言ったらグッズ出すぞ。買えるよねってなっちゃうよ。いいの？私に目つけられちゃうよ。そんな ここが僕私の給料日なんですなんてアピールされちゃったらグッズいっぱい出しちゃうぞピンポンは給料日やばい、みんな狙われちゃうよみんなみんな豪華なピンポン、みんながそんな言ったら狙われちゃうよ。みんな気をつけて ダメやめて、チャレンジしないでもよし、じゃあおダンスしようっと。
今から振り入れはしないけど、先生が教えてくれたやつちょっと復習します。スクショタイムラム絶対撮ってるでしょ。いいよじゃあ今日はこちらのエスカルゴさんと一緒にちょっとこの表情に似せていこうかな。あ、反射しちゃうよ携帯の。こんなキラキラすぎて、どこだ、ここだったらまだいいかな。決め顔します。ちょっとあんた映らないで。あ、ちょっとこれだったら、あ、似てる激に。ちょっと髪型違いますけど、どうだ、素晴らしい、似てるな、似てるわ、そっくりだわ。じゃあ午後のこっちゃって一緒にいたらこっちにしよう。じゃあなんで午後のこっちゃと撮ってるんだろう。絶対使わないじゃんこんなの。じゃあみんな午後の紅茶飲んだ時絶対今のスクショ使ってね、絶対使ってね。あんまりこういうのスクショ見たことないけど、 CM 期間午後の紅茶終わり終了。飲みかけください。おお、じゃあ次の公演のピンポンの商品これね、岡部凛の飲みかけ午後の紅茶。よし決まったね、頑張ってゲットしてくれよな じゃあねみんな、私今からおダンスするから、バイバイ。明日も一日おダンスの日だーい。頑張りまーす。おダンスおダンス。バイバーイ。おやすみ。すいませんね、長い時間やっちゃって。バイバーイ。余裕じゃないよ全然、大ピンチなんだこれ今。